んだ、うわー、ウンガウダンクシュート。あー、ボリス絶対に救い出すからな。悪いな、もらってくぜ。入れて骨に合わせて回す。まあ、ボリスもね、大変な思いしてると思うんで、助かった時は骨をね。ボリスにあんなことやこんなことしてるんじゃねえだろうな。ベンディヘル、これヒントじゃない？こういうゲームをプレイすると、クリアすると扉が開くみたいなシステムになってるんじゃないでしょうか。あ、露天が開いてる。あんにゃんにゃんにゃん、これで遊べるのか。これをクリアすれば扉が開く、電気が通るってことかな。はいはいはい、行くぜ。ふっ、よし、ふっ、ナイス、ふっダメか。あ、今の音いい感じじゃないですか。よかったのか今ので。これは、あー、ブルースアイか。これ FPS 苦手な私にとってはきついですね。さあ行くぜ。あ、ふいふいふい、バッテンは打っちゃいけないんだよな、きっと。あ、ちょちょ、バッテン、バッテン、あ、無理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 、あたたたた、あ、だだだ、弾打てない。あ、行ったのか。でもなんか開いてる音するもん。開いた。これクリアしたってことでいいんですよね、きっと。うわーい、かわいいですね。かわいいかわいい。うん、これは着ぐるみかな。ね、着ぐるみ。はい、はい、1個目これでつくんじゃないの。い、何個あ、これが続いてってる。これに従っていくとなんかあるんじゃないですか。かわいいメリーゴーランドがかわいい。あー、4つあるのか。パワーステーションですもんね。これを4つ起動すれば、うんうん、ん、どうしたんだい。あ、あっちが開いた。研究とデザイン、あ、リサーチ&ディベロップメントじゃなくてリサーチ&デザインだったのか。あ、なんか嫌な音するぞ。うわ、いるじゃん。え、嘘でしょ。Looks like I've got some company up ahead. 武器なしじゃ勝ち目はない。見つからずに通る方法があるはず。そうですよね。え、ベーコンス、あ、ジョイ、そういうことだ。音を立ててこう奴らを誘導して、そういうことだ、そういうことだ。こうやってゲットできるんだ、ここの。あ、最後の飲んだな。最後のは空だった、空じゃなかった。あんにゃんにゃん、空じゃないのもあるんだな。空のを集めてで敵を誘導してっていう感じですかね。うんうん、こっからしか降りることはできないみたいですね。この上からはバレないのか。よかったよかった。まあ、これも拾っていきましょうか。特に反対側まで来ても何もなかったんで、降りるところからやらないと意味ないよな、きっと。細工か、細工か。これでも左から行かないと無理だよな、これきっと。だからここら辺からこう、あ、クリックで投げんのか。こう、よし、一匹気づいてねえじゃねえか。よし、え、なんでだよ、なんでだよ、おかしいだろ。え、わあ、まずいまずいまずい。あ、でも上までは追ってこないのか。今気づかれなかった。もっと奥の方に投げないといけないのか。ほい、え、だって一匹気づかねえじゃん。あ、え、もうなくなったんだけど。え、どうしようどうしよう、なくなっちゃった。あ、復活してる復活してる。あー、そういう救済もあるのか。いきます。はい。いや、だっておかしいじゃん。 2000 years later。 あ、ここのポスターも新しい。 The Devil's Treasure、 海賊物かな、悪魔の
宝物という感じでしょうか。これは？これも新しいよ。ショービズ・ベンディ with ボリス・ダウルフ&アリス・エンジェル。ボリスが手品のなんていうのアシスタントになってる。これも新しい。ベンディーズ・ローズマリーズ・ベイビー・シッター。ローズマリーの赤ちゃんといえば悪魔の赤ちゃんですよね。これは？あ、これも新しいわ。あ、なんかここら辺新しいですね。ナイトメアフェア。はあ、あ、これも新しいんだ。デモニックトニック。お酒かな。トニックってお酒のイメージしかないけど、外国ではもうちょっとなんか液体みたいな意味なのかな。さあさあ、ここら辺に投げてみるか。はい、どう。いや、そこで止まんのおかしいじゃん。行くか。いや、気づかれた。来るか。あ、来ないんだ。うえー、あ、うえー、うえー、いけんじゃないこれ。あ、いやいやいや、まあ、だいたいここら辺に飛ばしとけば大丈夫なんじゃないですか。オッケーオッケーオッケー。いや、危ない危ない。今ドキドキしたわ。おお、騒ぐなよ。絶対に騒ぐなよ。あれ、拾えない。拾えた。騒ぐなよ、騒ぐなよ。絶対絶対だぞ。よしよし、来た。よし、いよいよ来た。特に何もない。うん、なんかある。 The greater light to us。 ベンディロボットだ。ただ壊れてるんで大丈夫か。またジェントの。これを動かすことはできないみたいです。なんか必要なパーツとかはなかったのか。音声があります。レイシー・ベントンの声。ここら辺でうまく働いてるのは俺の海洋のみさ。半分のやつらは働く辛さなど全く知らない。やつらはただの間抜けなバカの集団だよ。一日中仕事の押し付け合いとふざけたゲームをしてるだけ。まあ文句を言いたいわけじゃない。おかげで自分の時間をたっぷり取れる。ちょうどいいさ。ただ悩み事があるとしたら、その部屋の隅にある悪魔の機械くらいだよ。バートランはもう1ヶ月ぐくらいそいつをいじってる。いつか歩くようになってダンスだってできるようになるとか言ってるけど、気持ち悪いとしか言いようがないよ。私が背を向けてる間にやつは勝手に動いてやがるんだ。本当だ。あれ、大丈夫か。まあ、壊れてるもんな。このアヒルちゃんは可愛いけど、これはちょっとやばいですね。これ大丈夫か。押して、はい、これで2個目っと。これでもう上に。でも左にも道があったんで、左にも多分行かないといけないんだよな。だからちゃんとにこう、大丈夫か。ちゃんとにこう、ぶっ、気づかれてー、気づかれてー。痛い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 よ、痛いよ。もういい、もういい、もう帰ろ、もう帰ろ。一個終わったからさ、一個終わったから、一個終わったから帰ろうぜ。右の部屋に、そういうことですね。右の部屋にあるということですね。じゃあこっちに行ってもらいましょう。うい、さよなら。慣れたもんですよ。こうね、ここら辺はさっき貼ってあった紙と同じですね。ゲット。おい、うん、これであの扉が開くのか。いやー、失敗しちゃったな。さあ、これはもうあいつら襲ってこれないんで、うん、すいません、調子乗った、すいません、調子乗りました。おっしゃ、おっしゃ、お前らそろそろ年貢の納め時だ。うちゃうちゃしてる。満足したよ。うんうん、満足したわ。こいつら本当に厄介だな。なんだっけ、ブッチャーギャング、お肉屋さんの不良だっけ。さあ、これで
2個目も完了したので、まあ、武器をそろそろ欲しいところではございますが、さあこれどこが通ったんだ。これまたどっかが開いたんですよね、きっと。メンテナンスではないか。ん？こっちか。こっちにも糸が通じてる。あ、こっちだこっちだ多分。さあこの奥には何があるのか。アトラクションストレージ。アトラクションがあるんだ。楽しみ。それは楽しいですよ。オーケー。オーケー。ベーコンスープ。ブッチャギャング、ブッチャギベーコンスープ、アムニャムニャム。別に何もないですね。あ、わあ、すごい。デビルス、カルーセル、マッドハウス、いろんなアトラクションの、そのなんていうの？ダックボーツとか、そういうのがあるんだ。ライズ・ザ・バディ・ボルス・レイルウェイ。あれ？ベンディーランドレールウェイじゃなかったっけ。音声がありますね。あれ左じゃない。歴史最大のテーマパーク、アトラクションの中心点、一つずつ前回のよりも壮大。すごい広いですもんね、この感じ。考えるだけで泣けてくるぜ。だがそしたらドリュー氏がなんか言ってきたか。その夢の話を聞く限り、あんたはこの悪夢の創造者ってことだね。え？なんか音楽が。このパークを作ったんだ。傑作のはずだったんだ。俺の傑作！今さら俺を見捨てる気か？俺を地面に踏みつぶして忘れるつもりか？忘れたい！違う。これは俺のパークだ！俺の栄光！俺が言ったと言ったでも思ってるかもしれない。でも俺はまだここにいる。え？おお、顔がで大仏、大仏だ、大仏、大仏だー。逃げて。あ、ここは安全じゃないこれ。おお、破壊力やばい。あ、斧だ、斧、斧。Oh no! イエーイ！これどうすんのこれ。戦う？お、あ、光ってる光ってる。斧で、斧でやるんだこれ。よいしょーい、よいしょーい、イエーイ。こっち行ける？おし、いけない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 。すいませんすいません。いけないいけないいけない。あちゃ。ベコスープ、ベコスープ。お、お、よしよしよし。いいですよ。さあここもね、まあまあまあポイポイポイと。やっていきましょう。電球を壊すことはできないみたいですね。一発どうしても食らっちゃうな。もうちょっと移動した方がいいかな。ん？移動できない。怖くて怖くて移動できねえんだけど。さあぶっ壊してやるぜ。ふっ、よっと倒した。いったいったバカ。そういうさ、いやこれ一発食らったら波の人間だったら死ぬぜ。さあ来るか。よしよしよし、来い。へい。これは上を行くことはできないみたいだ。え、動けない動けない。なんだこれ。うう、うう、うう。はい、ここに、ここに。よしよしよし、来た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 。私のチャンス。ふい。こっちも。いや、こっちこっちこっち来て、こっち。痛い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 。死ぬ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 。2本っていうのは難しそうですね、これ。2本同時にやるっていうのはちょっとなかなかハードな挑戦になりそう。さあ来るか。おしおしおし、ラスト1本じゃないこれで。これで倒す。逃げる、逃げろ。よし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 、ラスト1本、あいつを追えばいいんだ。こっちに来そうだな。ほらほら、いやちょっと待った。いけるかいけるか。いけ、ダメだ無理だ、ダメだ無理だ、私にはできない。結構長いのね、結構長いのね。あ、よし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 、アタックチャンス、アタックチャンス。下を通ることはできない、下を通ることはできない。よしよしよし、さあそろそろか。ね、ダメダメダメ、来ちゃダメ来ちゃダメ。おしよし、これどうすんの、これどうすんの、この状態どうすんのよ、この状態。
この状態いけないじゃない、これ。来た来た、そっちかい、そっちかい、よし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 、ざまみろ。バートラムさんよ、これで押し、待って、斧がない。超でっかいじゃん。アトラクションの一部になっちゃったんだな、だから。うん。斧は？Rest in peace！ いやー、もう斧失ったか、これで。あ、ありがとうございます。これで3つ目。え、これで3つ目ってことは、まだ。That makes three. One to go. まだ序の口ってことですよね、この面。まだ折り返しみたいな感じじゃないですか、だって。うん。4つ目を超えた後、だってお化け屋敷っていうなんかいっちゃやばそうなのあるじゃないですか。バートラムさんはこれでお亡くなりになった、ぜひ成仏してくださいと言いたいところではございますが、でもこの先リトルミラクルステーションがあるんで、そろそろこの場に来るんじゃない、あのインクの悪魔が。あ、これあれだ、ゴミ箱だ。デザイン通りになってる。さあ、これで6つ目をこう、メンテナンスが開くんだろうな、多分ね。6つ目じゃないわ、3つ目押しましょう。もう大体どこが開くか分かってるんですよ。早く行こう、早く行こう。チュー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 、メンテナンス、トレイントラブル、機関車が関係してるってことがチューチューだし、躊躇、ほら機関車の人形というかフィギュアみたいのもあるし、ベンディランドレールロードですかね。ライザバディボリスレールウェイ、あ、これか、バディボリスレールレールミラクルステーション。怖すぎんな。映写技師じゃん。え、前回マシンガン、うーしょ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 、マシンガンで倒したじゃん。おう、ヘイヘイユー、目の前に現れなければどうということはないのね。じゃあこの後ろをついていけば大丈夫という感じでございましょうかね。ほほうりほうり、怖えな怖えな、あ、お前よバカ野郎、これ以上来んじゃねえよ。これ何、これ、おいしん、そんなことが起こるとは思わないじゃないですか。いや、調べてもさ、そんなことが起こるとは思わないでしょ。本当に本当に困った、困ったやつだ、本当にね、本当に困ったやつですよね。いや、こいつこんな怖いやつだったのか。なんかコメントでトミーガンはあれなんですよ、なかなか手に入らないっていうのを聞いたんで、これトミーガンゲットしてなかったらめちゃめちゃ怖い第4章だっけ、第3章になってたと思うんですよ。うわー、これ怖いな。反対行こう、反対、逆へ逆へ、あ、レバーだ、レバー、これでなんだ、リフトコントロール、うそうそ、いいて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 、そんなそんな嘘じゃん、嘘じゃないですか。来てんの、来てる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 、よしよしよし、あうしゃ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 う、さま見やがれ、俺はリフトをコントロールしたんだ。ただあれは別に電源供給のスイッチではなかったということですよね。うう怖い怖い、あ、結構近づいても、近づいても大丈夫なのか。ほんほんほん。今度はじゃあ、後ろを追っていきましょうか。ボリス人形だ。大丈夫？
結構大丈夫。これ後ろ、後ろ行ってみる。あ、意外といけるんだ。これ上行ったけど、なんで、なんで私は上行ったんだ。あ、まあ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 、じゃあ上は大丈夫なのか。ちょ、怖いな。あ、シャイレーン・セレナーデ。これもなんか新しいですね。アリス・エンジェルの作品でしょうか。これリフト動かしたからあんのか。ちょ、リフトをなんとなく動かしちゃったから何が何だかさっぱりわからないんですが、これを開けることはできないみたいです。お、これじゃん。お、いやー嘘だ、こんな中移動できないって。明るくなった、ありがとうございます。なんか照明さんにありがとうございます。ん、上は Ride the Boris Railway って書いてある。うんうん、なんだこれ、ゾンビ、ゾンビ、あーフォトスポットか。こうやってはいチーズみたいな、ルック、はい、イエイ、ありがとう。ん、これなんかゲットしたのか。全然何が何だか分かんないけど、うんうん、あ、汽車がねあって、あ、これ下にあるの汽車じゃん。これ気づかなかった、怖すぎて。じゃ大丈夫か、チカチカしてんな、チカチカしてんな。うわ、音声あんじゃん、そこ。え、大丈夫？あれ、いない？いなくなった？待って待って待って。大丈夫か？いなくなってる。これ再生しましょう、じゃあ。上位ドリューだ。私は人それぞれには何か特別なものを持ってると信じている。真に心を強く持てば、大きなチャレンジも乗り越えられる。自分を信じ、常に正直で意志を持ち、そして何より、自分を失わないことだ。さて、一旦これぐらいにしておこう。このゴミみたいな撮影がもう耐えきれない。あとライターにもっと夢の言葉を全てのメッセージに入れてほしいと伝えてくれ。それを言い張るんだ、わかるか。夢見よ、夢見よ、夢見よ。人々はそういうことを受け入れてしまうんだ。ん、なんだ、まだ回ってるだと。おい、止めろ、クソ。くっそ、くっそ、詐欺師じゃねえか。結局自分は自分のそのイメージを良くしようと夢こもった言葉を言いまくってたけど、裏ではそんなことは信じてもいないぜってことか。上位ドリュー氏の裏面というか、そういう部分を垣間見てしまったな。 Ride the body Boris Railway Hey! さあ、ということで脱出しましょうかね。え、え、え、いいって、嘘、そんなすぐ後ろにいる感じになって、いなかった、うぅぅぅぅぅぅ、くんな、くんな、くんな、サンキュー、ほ、ほ、え、出れる、あ、出れない、いいキーをしても、おぉ、おぉ、おぉ、友達、友達なの？ベンディ。友達だったのか。ああ。よかった、出ることできませんけどね。ああ、壁に消えてったのか。これすごい。なんで来てくれたんだ、今ので。安らかに眠れ。ということで、インクマン、インクマンじゃねえわ、あの映写技師は死んでしまいましたね。まあどのショーでも私のプレイでは死ぬことになってしまったということで、これで4つのね電源をつけることができたんじゃないでしょうか。うん、これでお化け屋敷をこれかな起動できると。さあ、ボリスを救い出せ、ついに表示されました。うわー、上にパックマンみたいのがある。あ、顔になってるのかこれ。な、めっちゃお化け屋敷っぽい笑い声が聞こえるけど、お墓なんだね。さあ、あー、これ便利コースターじゃなくてホーンテッドマンションみたいな乗り物なのか。 Rest in peace Turn back
ターンバックしなくてもいいでしょう。こっちは真っ暗闇です。行くことはできません。これあれじゃん、行ってらっしゃーいみたいなところじゃん。うーわ、アリスエンジェルの納品所だったわ。さあこれに乗っていきましょうか。セーフティーバーに触ってはいけない。それを下げるのは私の仕事だ。本当の旅はこれから始まるのよ、ヘンリー。わかりました。入りなさい。そしてこれは全て悪夢だとでも考えるのよ。悪夢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 、ドリーミングドリーミングドリーミング、レスティンピース。おお、レスティンピース、レスティンピース。面白いわよね、こんなに早く崩れ落ちるなんて。私のメンタルの話か。私の、おお、レスティンピース。私たちはスタジオの支配なんてなかったも同然。誰かのポケットに入るか、誰かをポケットに入れるかだった。ボリスの影だ。約束されたものが欲しかっただけ。ただ美しくなりたかっただけなの。あなたにはわかるわよね。ボリスいるのか、ヘンリー。なぜここにいるの。ボリスの影がない。影があったのに。はい、聞きますよね。地獄へ落ちる感覚が好きなの。もしそうなら、もしそうなら来るか。待ってなさい、あなたにサプライズがあるわ。サプライズ。うわすごい、大広間みたいな。うわー、ホーンテッドマンションみたい。本当にほらあれだ。部屋が伸びているのか、それともあなたの錯覚なのか。私にはどちらでもなんみたいなやつ。部屋が伸びているのか。別にこの部屋は伸びないみたいですね。あ、ベーコンスープベーコンスープ。あ、あみ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 。意味あんのか今の。あみ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 。なんかいろいろ、でも真ん中はまだ開発中なのか。あ、ジェントマシンがある。さあ真っ暗闇落ちるんじゃない、このまま行ったら。ま、うわあ。ボリス、ボリス、なんてことだ。彼女に何されたんだ。ボリス、目がバッテン。お、あのボリスなのか。うわーい。おおおおお、そんな戦うなんて。ここのベーコンスープ飲まなきゃよかった、取っときゃよかった。フランケンシュタインプリース。すごいすごい、うわ破壊神ボリスだ。ちょちょ、ジェントジェントマシン、ジェントマシン、ジェントマシンに何か秘密があるはずだ。動けない、動けない、引っかかって動けないんです。どうした、ボリスボリスボリス、落ち着いてくれ。私だ、わからないのか。あ、オルガンながら、オルガン鳴らしてみる。オルガン鳴らせない。え、苦しがってるボリス。あ、ジェントマシンに入れるやつ、ジェントマシンに入れるやつ。おしおしおし、このまま行ってジェントマシンに入れるやつを拾う。イエス。苦しがるんだよな、たまに。で、これ入れよう。で、違う、歯車いらない。うぅぅぅ、これだ、パイプ、カモン。よしよし、ナイス。さあ戦うか。ふっ、よしよしよし、さあやるか。お、ん、よし、いった。ちょ、いってえな、おい、よくも。うわうわうわ、おしよしよし、ジェントマン、ジェントマン、ジェントマン、プリーズプリーズ、ジェントマン。よしよし、うわ飛んだ。うわー、うんぐー、ダンクシュート、まさかのダンクシュート。死んだ。強くない？強くないボリス。ちょっとそんなアグレッシブなボリス初めて見たわ私。いった。ちょ、横移動がヘンリー下手くそなんだよな。横移動早くできないんで、これは敵を確認しながら移動するってことはあんまりできないかもしれないですね。さあ来い。よし、でこっからジャンプ、ジャンプ攻撃が来る。いやこれだって、どうやってジャンプ攻撃避けんのこれ。頑張って逃げよう。回復回復回復のためには
頑張って逃げるしかない。頑張ってこうくるっと回って逃げつつ、よしよし、これを拾いつつジェントに入れつつ回しつつ拾いつつ、よし、さあ来い、さあ来る。いやだってこれいった、お前許さねえぞ。ジェントを拾う、よしよし、いいぞいいぞ、回す。何何何、嘘嘘嘘嘘、そんな技は、そんな技は聞いてないぞ。そんな、投げてきたのか今。投げた？ボリス。さあジェントパイプ2つあるんで、よし、さあ来い。うまだ苦しがらない。この状態で叩いても多分ダメなんだよな。ダメだわ、カツンっていった。苦しがってる時にやんないといけないんだ。だからちゃんと待ってこう来るから、ほらほら、おしおし、今です今です、よしよしじゃない、やっちゃった。ボリス、違うの違うってば、なんであなたは死んでくれないの。いや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 、アリスエンジェルだよそれは。うわ、ボリス正気に戻るとかじゃなくてインクになっちゃうのかよ。ありがとうボリス、ボリス、うわうわうわ、戦うか、よっしゃ、お前許さ。え、おお、死んだアリス。え、アリスとボリス、え、どういうことどういうこと、アリスがアリスを殺してボリスが死んだはずのボリスが、ボリスが、ちょっと待った待った待った、どういうことなんだってばよ。一体何が起こってるんだってばよ。多分これで終わりだよなこの章。ボス戦2つもあったんで、え、第5章最後のフィルムリールということで、今回はここら辺で終了にしたいと思いますが、どういう感じで始まるんだ。なんか書いてる。おいてめえら、チャンネル登録を忘れんなよ。ほう。